さあ続いてスペインです。昨日予選を2位で通過しましたスペイン、このところ3年連続世界選手権は2位と安定した実力を持っています。このスペインの特徴は、あのですね、5人が本当に明るいんですよね。で毎日合宿生活をしていて、共にこういろいろ生活をしていますので、本当に息はぴったり合っています。ジュニアから育った15歳から17歳の若い選手ばかりです。はい、で投げ受けがですね、きちんと肘を伸ばして行うことは、あの本当にポイントが稼げますね。こういうところでも非常に正確です。交換の時のその位置、それから高さなどもご注目ください。今回はアメリカの曲を持ってきました。スペインです。揃っていますよね。輪の回転まで合わせてしまうという、これ面白いです。後ろからくるっと回す。決まりましたね。このあたりは本当にこうステップといい、輪の回転といい、素晴らしいですね。はい、これもまた難しいんですけども決まりました。もうこの2分半のここのために、この一瞬のために何百回も何千日も練習してるわけですから、選手たちも嬉しいんじゃないでしょうかね、発表することが。クライマックスに入ります。はい、今お腹で受けました。はい、工夫していますね。これも難度 B 取れますね。リスクです。あ、よく取れました。決まりました。はい、よかったですね。スペインの輪の演技ご覧いただきました。